動画をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。競馬ブック TM トーク。今回は、阪神競馬場で日曜日に行われます。第66回、阪急杯を展望していきたいと思います。今週の解説は、研究ニュース、販路調教、ラジオ日経のパドック解説でもおなじみの、中西博之トラックマンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。司会は今週も青木でお届けいたします。ではまずね、本編入る前に恒例の先週の振り返りなんですけれども、先週は G1 レースのフェブラリーステークスが行われました。出演は競馬ブックニワトラックマンと私だったんですけれども、ニワトラックマンはね、本命がカフェファラオということで、単勝が見事的中となりました。プラスの1万500円となっております。私はちょっとね、穴狙いでタイムフライヤー行ったんですけれども、15番人気ということを考えれば5着とね、大健闘してくれたんですが、まあちょっとね、馬券圏内までは残念ということになりました。フェブラリーなんですけれども、まあカフェファラオが見事な変わり身を見せましたよね。1年前と同じね、まあローテーションというか、なんですけど、今年はちょっと難しいかなと思って、ノーマークしたんですよね。見事に語りましたね。まあ、ちょっとこの33秒8、ものすごくね、時計の早い決着になったこともなんか投資があったのかなという気はしますけど、まあ完敗でしたね、予想としての話も。そうですね。やっぱりもう後ろの馬ではちょっとね、出番がないかなというか、もう本当に早い馬場になりましたんでね。まあそれ考えたらタイムフライヤーによく頑張ってくれたんですけれども、もうちょっとでした。今週は阪急杯を展望していきたいと思います。まず中西さんの印をちょっと上から順番に教えてもらえますか。はい、本命ダイヤトニックです。はい、対抗にモントライゼ。はい。3番手がリレーションシップ。はい。4番手にトラベスーラ。うん。5番手が大西ビジョン。はい。6番手に、グレイイングリーンと。はい。ちょっとね、枠順見てだいぶ順番変えました。ああ、そうですか。はい。ちょっと私の方なんですけれどもね。はい、まず本命は13番のモントライゼですね。対抗が10番のダイヤトニック。まあね、黒三角抜きまして、二重三角で1番のトゥラデスーラ。まあ以下ね、グレイイングリーン、グルービット、クリノガウディ、リレーションシップまで打ちました。ということで、本命はダイヤトニックですか。そうですね。はい、まあもう、先行有利、あまり前行く馬がいないので、でね、内回りの専用、先週のあの、京都牝馬ステークス、はい、見ても分かるように、まあ外を回ってくる差し馬は多分出張れないやろうなと。うんうんうん、いう感じで、できるだけ、まあ、刺すんであれば、もう、内枠で、もう、極力、ロスのない競馬。はい、それ以外であれば、もう、先行、うん、もしくは、まあ、3番手ぐらいまでにつけられる馬が、もう、多分、チャンスというか、そこではないと、勝負権がないのかな、という考えで、うん、まあ、選んだ結果がダイヤトニックになりました。うん、じゃあ、まあ、ゲートが決まったら、今回は前。前で行く、前で競馬すると思うんですよね。うん、まあ、僕の予想ですけど、あくまでも、はい、もう、2番手、もしくは、3番手につけるんじゃないかなとは考えてます。うん、距離短縮はやっぱ好材料と見ていいんですかね。そうですね。専用がこのままベストじゃないかなと僕は思ってますけどね。まあ、1002でも、まあ、1006でもこなせるっちゃこなせるんでしょうけど、うん、競馬もね、まあ、逃げ、まあ、先行差し自在なタイプではありますけど、はい、まあ、あとはゲートだけでしょうね。前走にも出遅れちゃうと、さすがにちょっと厳しいかなとは思っています。うん、私もね、こちら対抗とね、高い評価にいたしました。やはり距離短縮いいと思いますしね。まあ、追い切りもね、非常に良かったですし、仕上がりに関してもいいんじゃないかなと見ています。中西さんの対抗は13番のモントライス。はい、そうですね。まあ、花行くんじゃないかなと。この相手なので、ね、枠順関係なく、うんうん、この枠でも花に行っちゃえば、まあ、打ち出し通れますしね、はい、行くんじゃないかという予想で対抗にしました。もちろん、こう、動きの良さ、明け4歳で、まあ、フレッシュな状態と。はい、いうことも加味して、ここに使っている4歳世代の中では多分この馬が一番強いだろうという気持ちで、まあ、対抗にしました。はい。まあ、私はね、一応こちらを本命といたしましたね。まあ、前走、アイビスサマーダッシュですね。あ、ちょっとね、当日の暑さと、まあね、距離も短すぎたと。あと、馬場もちょっとね、硬すぎて合わなかったということなんで、まあ、いろいろとちょっとね、条件が悪かったと思いますんで、まあ、このね、12着にはちょっと目をつぶりたいなと思っています。まあ、前々走、青いステークスはちょっとね、発馬で、まあ、後手を踏んでちょっと挟まれてね、という不利もありましたし、不完全燃焼に終わりましたし、この専用の距離はね、重賞で1着3着と非常にね、合っていると思いますんで、まあ私も本当に鼻をね、切る競馬をしてくれたら、
十分ね、粘り込みがあるんじゃないかなと思っております。で、黒三角がリレーションシップですね。そうですね。これはまあ、枠順見て3番手まで上げました。うん。ある程度前で競馬できると思いますしね。そうですね。この枠順なら多分、1取りに行くんじゃないかなというふうな思いもあって、はい、思い切って3番手まで上げましたね。はい、まあ、距離、それから阪神専用、それから内枠、うん、で、調教も結構良かったですしね。はい、まあ、それを考えたら、やっぱり、狙える材料揃ってるのかなとは思ってます。うん、はい。まあ、私もね、一応3位後の三角は打ちましたね。コース組では本当にね、この馬が調教ね、一番かなというぐらいね、非常にシャープな動きを見せていましたね。スワンステークス同様ね、内でこれ、そつなく立ち回ってこれたら、まあまあ、ね、十分チャンスはあるんじゃないかなと見ております。4番手がトラベスーラーですね。そうですね。まあ、内回りの専用、ちょっとね、距離直線が短いような。はい。気はします。正直ね、はい、前走の競馬はもう貯めて、はい、の競馬だったんで、うん、ただまあ、今回、最内枠だったのでね、うん、うまく捌ければという条件はあるんですけど、うん、届く可能性はあるなと、前走ぐらいの足使ったら、届いてもいいなというふうに思ったので、うん、まあ、これはあまりこう、印を下げないで、そのままにしました。うん、こちらね、販路で割れたんですけれども、調教本当非常に良かったと思いますよね。これ1週前の自己ベストタイムを出していまして、まあ、今週はね、さっと伸ばす感じだったんですが、まあ、非常に迫力ある動きで仕上がりは上々かと思います。私もね、こちらは、3番手評価といたしました。あとね、三角口はまずは9番の体制ビジョンということですね。結構ね、追い込みって。ですよね。そうですね、やっぱり。阪神カップはね、結構、なんていうかな、馬群の中突っ込んで、際どいところまで来たんでね。はい。足らないということは絶対ないと思うんだけど、はい、あとはやっぱりスロートまではいかないかもしれないけど、先行有利の流れになりそうなんでね。出番があるかどうか、はい、そこがちょっとわからないんで、はい、で、まあ、前行くタイプでもないでしょう。まあ、いいですね。まず、これはね、後ろからなりそうですよね。阪神が、まあ、得意だということはあっても、マークはつけるけども、みたいな、そんな感じですね、僕の中では。そうですね。まあ、私はちょっとね、印まで回らなかったんですけれども、やっぱり展開ですね、ちょっと追い込みのね、流れにはならないかなということで、まあ、ちょっと、なくなくのマークといたしました。で、最後にグレイイングリーンを打ったというわけですね。これ、外枠引いたんでね。印下げました。ちょうど前々走がね、外回らされて3着だったんですよ。はい、で、その時の勝ち馬で、タンタラス快勝だったんですけど、はい、先週、惜しい3着で、ちょいちょい足らずだったんですよね、はい。で、それに完敗してますから、確かにね、外を回る競馬だったら、はい、やっぱりこの相手に足りないのかなとは思います。はい、ただまあ、どっかでね、潜り込むチャンスが、ないわけではないので、まあ、未来騎手も結構こう、うちこだわるんでね、そうですね、どっかでまあ潜り込んだりできれば、はい、まあワンチャンスあるのかな。それぐらい、前走の勝ち方にこう、インパクトを受けて、あれならまあ重賞でも通用するかなという競馬だったんでね、はい、これもだからそういう意味ではマークは外せないなと思って、印は打ちました。はい。まあ、私もね、一応三角は打ちましたね。やっぱりこのね、1400の安定感ですね。まあ、7000してね、すべて馬券圏内というね、この安定感は変えるんじゃないかなと思いますね。あとやっぱちょっとね、前が速くなればというね、条件はつくかなと思います。中西さんの印はここまでということですね。そうですね。クリノ・ガウディはもう、大外枠引いたので、ね、もうこれ多分もう、足たまらんだろうと思って、ノーマークしました、ね。そうですね。私は一応ね、三角は打ったんですけれどもね、まあ確かにね、ちょっときつい枠ではありますね。周りもやっぱり左の方がいいとは思うんですけれども、仕上がりいいと思います。今回ちょっと福永ジョッキーがね、どういう乗り方をしてくるのかなという点で、まあ一応ね、三角を打ちました。あとまあね、2番のグルービットですね。まあ前走ちょっとね、まあゴール前ですかね、こう寄られる不利なんかもありましたし、まあこちらもね、これ前でね、競馬できる可能性もあるかなと思うんですよね。2020年の慶応杯スプリングカップね。古いな。3着だったんですけど、この時ね、2、3番手あたりからしぶとい競馬をしましたんで、まあ、ちょっとね、まあこの枠ですよ、思い切ってこう出していくね、競馬なんかして。前で流れに乗ったらあるいはというところもあるからと思いますね。まあ一応ね、二人が印を打ったのは以上ということで、二人ともノーマークなんですけれどもね、8番サンライズオネスト、先週からすごい時計になったら、ちょっと注目で集めると思うんですけど。そう、ね、多分1000人やったらね、ワンチャンスあるかな。逆に1000読んだとないっていう、ね、そんな感じの調子なんで、ね、1000人やったらという感じがしましたね。足ためるのが難しいだろうなと、調子を見て思いました。選手もやっぱり息っぷりが良すぎると言いますかね。その結果、時計がね、出たのかなという感じもありましたよ、ね。だから、まあね、時計だけで飛びつくわけにはいかないと思いますね。はい。
まあ、あとね、前走一応重賞勝ちのエイティーンガールですけれども、やっぱこちらは千里というイメージですか、チャンスの。まだ、あ、千里の差し馬でしょうね。それもほら、反応いい馬じゃないしね。まあ、ちょっとかかり気味に行って、溜めて溜めて、そろっと競馬する割に反応良くないから、動いていけないでしょ、途中で。そうですね。そう考えたらやっぱり森難しいし、これだからまあ、ここじゃなくて次の方がむしろチャンスがある可能性は、次の方じゃないかなと思うんですけどね。はい。はい、まあ私も一応そんな感じの見解で、ちょっと今回ね、ノーマークといたしました。ということでね、ではね、買い目につきましては CM の後で発表したいと思います。競馬情報は競馬ブックスマートで。では買い目を発表したいと思います。中西さんからお願いします。はい、ダイアトニック10番からの馬連で、はい、相手3頭をちょっと厚めに買いました。13番と3番と1番、この相手3頭に各1500円ずつ、はい、それからまあ気持ち的には抑えですね、9番と12番、この2頭を抑えて500円ずつ、まあ一応抑えとこうかなという感じで、はい、まあ、生まれの方が一番無難かなと思って生まれにしました。で、私の方なんですけれどもね、まあ、先週ちょっとね、マイナス1万円ということで、まあね、今年のトータルはマイナス1万4300円となっております。まあね、まだまだ挽回できる金額なんで頑張っていきたいと思ってます。本命のモントライゼからね、白石を打ちました、まあ、6頭ですね。これもシンプルに、生まれんで1000円ずつ流して、まあ、今週はね、まあ、6000円勝負でいきたいなと思っております。まあね、もうずっとね寒い日が続いていたんですけれども、週末はちょっとね暖かくなりそうということで、うん、まあ、あの競馬観戦にはねいい気候となりそうなんでね、まあ、あの現場に来られる方は存分に楽しんでもらえたらと思っております。今回もご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。